大山綱吉明治10年9月30日は、日本の武士、政治家。鹿児島県令を務めた。文政8年、河山善助の次男として、鹿児島に生まれる。陽明枠まじろう。慣営2年12月26日に、大山四郎助の婿養子となる。通称は、聖縁、角江門、角之助。 大山氏の本性は、宇田原氏で、養子先の家電では、佐々木森綱の子孫である、河綱の光栄を称するが明確ではない。西郷隆盛、大久保利道らと共に政中組に所属。島津久光の上落に随行し、文久2年の寺田屋騒動では、奈良原喜八郎らと共に過激派藩士の粛清に加わり、事件の中心的役割を果たした。 特に寺田屋二階には、大山岩尾、西郷継ぐ道三島道常らがいたが、皆で説得を行った結果、投降させることに成功した。明治元年の母親戦争では、王沈武総督府の下参望になった。大山率いる、新政府軍は、秋田戦争において、省内藩の反撃にあい連戦連敗を喫するが、戦後、新政府から小、昭天独八百国を受けた。 長州藩で大楽玄太郎が反乱を起こして敗走し、再起のために北県庁を襲った時には新政府の命を受けて、討伐軍の司令官として、鹿児島から派遣されながら、現地到着後に独断で、軍解散を命じて、木戸孝吉らの怒りを買い、西郷高森が詫びる騒ぎとなっている。新政府では、敗藩治験後に、鹿児島県の第三次、御礼となる。だが、 これは、旧藩と新府県の関係を立つために、新しい府県の幹部には、他府県の出身者を持って当てるとした、廃藩置県の原則に反する特例措置であった。大選は、島津久光の意を受けて、西郷らを批判した。明治6年に、政官論争から発展した政変で、西郷らが新政府を辞職して、鹿児島へ帰郷すると、私学校設立などを援助し、 西郷を助けた。その後、大戦が県令を務める鹿児島県は新政府に租税を納めず、その一方で、私学校等を県管理に取り立てて、鹿児島県はあたかも独立国家の様相を呈した。明治10年に鹿児島で西郷らが拒兵した西南戦争では監禁を西郷軍に提供し、その罪を問われて逮捕され、東京へ送還される。西郷軍の敗北後、 長崎で残首された。去年53。墓所は、鹿児島県鹿児島市の南州墓地。綱吉が県令の時に、県庁に保存されていた薩摩藩時代の公文書を、旧兵が抜けないからとの理由で焼却してしまう。この事件は、江戸時代の火事や、西南戦争と共に、薩摩藩の歴史研究に弊害を与えたことが、鹿児島県資料、島津一史線。 なりよきこ資料集の序章で述べられている。ありがとうございます。